はい、どうも、チュラゴル TV のゆうです。今回はえタイトルにもある通り、第2回チュラゴルカップの抽選結果の発表とご報告ということでえお話をさせていただきたいなと思います。で、まずは、ちょっとね、ご報告からなんですけど、ちょっと手短にお話ししたいと思うんですけど、今、チュラゴルカップっていうのを開催してまして、まあ、プロたちを 読んで、えー、まあ、少ない賞金ですが、えー、賞金を優勝を目指して、えー、盛り上げていこうという企画をやっております、えー、ですが、えー、うちの会社だけだとやっぱりどうしてもずっと続かないので、えー、毎度毎度まああのチュラゴールカップ配信している時には協賛してくれる方だったり、えー、スポンサーの方っていうのを募集しているんですけどもおなかなかねやっぱこう動画が伸びないと おどうしてもそういうのって、まあ、つきにくいっていうのがあると思うのでここでちょっと一つ皆さんからにお願いで、えー、もしね、えーまあ、チラゴル TV を応援してくださる視聴者さんの方がいらっしゃいましたらぜひお友達とかにも勧めてもらえるとお助かります、えー、これはね本当に心から、えー、お願い申し上げますとお今まで、えー まあこの YouTube を始めて約2か月半かなえもうね何百万っていうお金を貢いでますはいで最初の頃の動画とか見ていただけるとわかるんですけど結構再生数がね5000とか6000とかっていうのが回ってるんですけどあれは僕自身が僕の動画を広告を打ってるんですねで まあ例えば他のチャンネルのゴルフチャンネルを見てて途中で CM が入ると思うんですけどあそこにうちのチャンネルが流れるようにえ広告を今までずっと売ってました。はい、ですがやっぱあのゴルフチャンネルというこの縛りの中でやっぱこの日本全体で見るとゴルフのチャンネルに興味を持っている方っていうのがまあいないんですよね。 なので、広告を打っても再生数は伸びるんですけど、チャンネル登録数が全然伸びませんと、え、言った結果になってしまったので、え、ま、広告を打つのはもうやめようかなと思っております。で、なぜじゃあ広告を打ってたのかっていうと、こう、いろんなね、あの、駆け出し YouTuber の方を見てみると、まず収益化できない人がほとんどっていう中で、何年も続けてる。 方たちが多分結構な割合だと思うんですけどその経費を考えた時にもうしょっぱなで広告を打っちゃった方が経費を抑えられるんじゃないかなっていう思いでえ発信広,あ、まあ、広告を打ったんですけどまあ収益化はもう速攻でできたんですけどその後がやっぱなかなか伸びずですねえお金だけが溶けていくという状態になっております。で 例えばじゃあこの先チュラゴル TV っていうのが盛り上がってきてえね例えばあまあ例えばっていうか正直1本の動画で3万再生ぐらいいかないともう赤字なんですよ。なんですけど3万再生いくってゴルフチャンネルでなかなか厳しいと思うんですけどなんか僕はその YouTube のゴルフチャンネルに対してえもう何て言うんですか もうくめちゃくちゃ儲けてやろうとかそういう気はさらさらなくて、えー、例,えば例えば3万再生、えー、5万再生10万再生っていうのがもう頻繁に、えー、再生されたとしても多分僕そのプロの方たちとかこう視聴者さんの方に還元することの方が多くてもう少なからず最低限の経費だけ賄えてれば全然僕は いいと思ってこのチャンネルを始めたんですね、えー、なので、まあ、例えばねあの再生数が伸びたらチュラゴルカップの賞金も上がるだろうし、えー、視聴者さんにね還元できる、えー、プレゼントっていうのも今はね人で1万5千円とかだけどそれがもう何人も何人もっていう形になればいいなと僕は思ってるので、えー、先ほども言いましたが。えー ぜひねえー、このチャンネルをいろんな方に進めていただけると助かります。えー、もちろんね、あのー、進めてもらってつまんねえって思われちゃあれなんで、えー、より一層楽しいチャンネルにしていきたいとは思うんですけれどもなかなかこうゴルフ場でね撮影許可が下りなかったりとかやっぱり後ろの組のことも考えて、えー、撮影もしなきゃいけないですし、えー、ゴルフっていうこのみんながねゴルフしてる中でのゴルフ場に。 行っっててて撮影させてもらってるので、えーまあ、例えばホールイワンチャレンジとかそういうねいろんな楽しい企画っていうのはやっぱり、えー、個人チャンネルじゃなかなか厳しい部分があるので、えーね、なんか楽しい企画っていうのがなかなか思いつかないんですけれども、えー、その辺に関してもね是非、えー、こんな企画やってみてとかっていうのがあれば。えー 視聴者さんからのね、意見を取り入れて、どん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 できることはやっていこうと思っておりますので、えー、ぜひご協力よろしくお願いします。はい。ってことで、あんまり長くなってもあれなので、えー、とりあえず、まずですね、あのー、まずこれ、いる、欲しいって人いますかこれね、ニューエラの帽子なんですけど、買ったはいいんですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。多分僕、振ったら、 こんな感じになっちゃうようなあれなんでちょっとね合わないんですよねなのでちょっとまあ多分僕より頭の大きい方欲しいよって方がいらっしゃいましたらえもうこれもう一番最初にコメントくれたコメントっていうかえインスタグラムの DM かえ概要欄に貼ってあるーメールアドレスの方にご連絡くれたら一番最初の人にこれ。 差し上げたいいと思います結構かわいいんですけどね後ろがこんな感じでちょっと若者向けかな、はい、ということで早速やっていきましょうで今回、えー、ご参加してくれて、えー、条件に合った方が2人しかいないんですよでその条件っていうのは全ての第2回チュラゴルカップのお動画に対して えコメントをくださいねっていうのが条件だったんですけどそれが2人しかいないんですねなんでこれはちょっとさすがになんかあれだなと思ったんで今回はえ1つでもコメントくれた方を対象にしたいと思いますでいつもねコメントくれてるヒッくんと薬剤師ゴルファーさんはちょっと温かい目で見ていただけるとと思います 幸いですということで今回は123456789人ですね9人のこの中からえー、抽選させていただきますということで早速抽選していきましょういいですか押しますようわなんかちょっと俺もドキドキするストップしますはいということで決まりました 直樹さんですね。YouTube のー名前で登録されているナオさん、えー。もしね、えー、この動画を見ていましたら、インスタグラムの DM か概要欄に貼ってある僕のメールアドレスの方にご連絡ください。で、1万5000相当の、えー、何が欲しいのかを、まず商品を自分で選んでもらって、えー、送り先、住所と名前等を送ってもらったら、 あすぐに発送いたしますのでよろしくお願いします。で個人情報の取り扱いなので、えー、プレゼントをね発送次第、えー、すぐにこちらの方で、えー、消させていただきますのでご安心ください。ということで今回は直樹さんに、えー、決定いたしました。で、えー、このね帽子ね欲しい方いたら先着1名早い者勝ちです。ぜひご連絡ください。ということで、えーまあ、今回はこの辺なんですけど。 まあ一番最初に話したこのチュラゴルカップの協賛だったりスポンサー様えーもうすごく募集しておりますのでえぜひよろしくお願いしますで視聴者の皆様もお少しでもねえ友達に勧めてもらってえこのチュラゴル TV というものがえどん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 盛り上がっていければなと思うのでえぜひこれからも応援よろしくお願いしますということで今日はこの辺で失礼いたしますバイバイ